今回はカツ丼と味噌ラーメンが有名な玉飯、どさんこ店さんへお邪魔してきました。ショッピングセンター、リスボさんの閉店に伴い、こちらへ移転なされたそうです。お店の雰囲気は、店員さんの丁寧な接客が光っていました。また、席は、カウンター席とテーブル席があり、友人と自分はテーブル席にお邪魔しました。お客さんが多い場合は、相席となる可能性もあるそうです。職場の人曰く、味噌セットがおすすめらしいです。味噌ラーメンとミニカツ丼の2品が味わえます。その他にも色々あります。注文と同時に、料金を支払う、先払いの形式になっています。味噌ラーメン大盛り到着。札幌ラーメンといえば、味噌ラーメン。スープの味が楽しみです。友人の普通の味噌ラーメンと大盛りを比較してみました。すごいボリューム感。次に揚げたてカツ丼大盛り到着。カツ丼があると注文したくなります。この卵とじが食欲をかき立てます。まずは、味噌スープに浸っているもやしからいただきます。麺は中細麺のストレート麺で、もちもち食感で美味しいです。まろやかな味噌のスープと麺が合っていて、ガツガツ進みます。大盛りにして大正解でした。このボリュームなら、250円増しは安いと思えちゃいます。パリパリ食感のもやしが、もちもち食感の麺に合っています。麺の多さに驚きです。カツ丼も注文しちゃってるけど、食べれるかな？ラーメンのトレードマークのチャーシューがなく、その代わりに、ひき肉が入っています。麺はほぼ食べきりました。ここからは、もやしとネギとひき肉を楽しむ時間。スープが美味しいです。あっさりしていて、まろやかな味わい。これぞ北海道って感じのスープです。ネギもスープに合っていて美味しいです。スープの時間を満喫してます。友人が外を見て驚いてました。お客さんが結構並んでます。30分も経っていないのにすごい。美味しいスープ全部飲んじゃえ。
味噌ラーメン大盛りごちそうさまでした。混み合いそうな雰囲気だったので、揚げたてカツ丼大盛りも、同時に注文しときました。まずはじめに、しば漬けから食べちゃおう。しば漬けごちそうさまです。カリカリ食感で美味しかったです。ご飯が見えないほどの、卵と玉ねぎ。幸せ。カツを一口、柔らかいお肉に、卵の美味しさが加わり絶品です。ご飯に玉ねぎがマッチしていて、ガツガツ進みます。ガツガツいってます。大盛りにしてよかったです。美味しくて箸が止まらないです。まだまだご飯があります。すごいボリューム。カツの衣の硬い部分があったりして、揚げたてのカツの美味しさが伝わってきます。結構食べたような気がするけど、まだあります。結構満腹状態です。ラストスパートです。揚げたてカツ丼大盛りごちそうさまでした。最後になめこ汁いただきます。久しぶりになめこ汁を飲みました。美味しかったです。味噌ラーメンとカツ丼どちらも絶品でした。味噌セットを注文しようと思ったんですけど、がっつり食べたいと思い、今回は単品の大盛りを注文しました。かなりのボリュームに驚きました。質、量ともに大満足です。では、今回はこの辺りで失礼します。